ますか。2022年2月5日の放送がやってまいりました。やじめにこまちかおりんこと南かおりです。ゆあちゃんお休みってどういうことっていう、かおりんしかおらんねんけどスタジオっていう、今ラジオの前でだいぶざわざわなさってると思いますが、あのツイッターとかね SNS ご覧になれる方はもうご存知かと思いますが、岩ちゃんこと岩崎和夫さんがですね、実は今週、新型コロナウイルス陽性の判明、陽性が判明しまして、これどういう表現が正しいのかな、まあ、あのちょっと感染をしてしまいましてですね、まあ、あのただ軽症で済んでて今自宅で待機をなさっているということなので、そのあたりはねあのご安心いただきたいなと思うんですけれども、なので今週のラジメニアとちょっとまだわからないんですけども、しかしたら来週のラジメニアもちょっと自宅待機といいますか自宅で療養ということになるかなという、ねえ本当びっくりですよね。だからカオリンが先週ラジメニアご一緒した後にということになりますので、まあ、あの濃厚接触者ではないということで今日カオリンはできているわけなんですが、ツイッターでもね岩ちゃんから発表がありましたので、たくさんの方から、こちら高槻市の水素振興里墓穴掘り師範さん、岩ちゃんカオリンこんばんはといつもの調子で書き始めようとしていたまさにその時に飛び込んできた岩ちゃんコロナ羅漢のツイート、今はただこのまま大した症状もなく回復されることを祈るばかりです、最新の注意を払っていた岩ちゃんがかかってしまったわけで、僕たちもより一層の警戒と対策が必要と痛感させられますね。岩ちゃんどうぞご自愛くださいというふうにいただきました。他にもたくさんの方から岩ちゃんお大事にお大事にねっていただきましたよ。まああのご自宅待機ということで療養ということで、あのツイッターとか見てるとですね、もう熱は下がって、ただやっぱり今のオミクロン株って喉に来るのね、本当に喉に来るみたいで相当喉が痛いみたいではありますけどもね、のんびりと、まあ神様がくれたお休みじゃないですけども、たまったビデオとかあの、積んどくになってた本とか、ね、あの、なんだったらずっとやらないで置いてあるゲームとか、やる時間に、ね、しんどくない程度に当てていただければなと思います。で、もちろん今日岩ちゃん聞いてはると思うのでね、皆さんはラジオの前から岩ちゃん早く治れという念を送っていただければ嬉しいです。まあ、誰が一番悔しいって、もう本当に岩ちゃんだと思うんです。あの、3月末でね、ラジメニア卒業が決まってて、2月3月はテーマフリーで、もう本当にカウントダウンが始まってて、一回一回の放送を、みんなとの放送を、大事に大事にやっていこうと思ってた矢先のことだから、もう岩ちゃんが本当に一番悔しいと思うんで、ね、皆さんからいただいたリクエストをですね、岩ちゃんが乗り移ったつもりで、ザワさんが選曲をして、私もですね、順番を決めさせていただきましたので、ぜひ、90分お付き合いいただければと思います。さあ、2月3月はですね、テーマフリーということで、みんなが聴きたい曲何でもいいですよということでいただきました。先月がですね、実写作品特集だったんですけど、ついぞ最後までほぼ特撮系があまりかからなかった。やっぱり普段かからないドラマをかけようと思っててねみたいな話したら、さっき言えというお叱りの言葉ですよね。でカオリンもあの救おうと思ったんですけど、そもそもヒーローじゃないですか、ヒロインじゃないからちょっとかけられなくってですね、大阪市宮古島区のペンネーム京阪本線さん、それからこちらは東大阪市の僕はいっちゃんさんからいただいたサンバルカンで始めようかなと思います。別の曲ですが、大和郡山市ガギグギゴットマンさん、こちらを聞いてください。太陽戦隊サンバルカンのオープニングです。串田明さんとコールギ73で太陽戦隊サンバルカン。私岩崎和夫、ね、アニメ玉手箱から数えること、35年、アニメ番組を担当してまいりましたが、はい、この、3月最後の放送をもって、ラジメニアを降板させていただきます。